ですが、大好きなセクシータレント杉の杉本彩さんのエッセイ、オーガズムライフ、私の解放宣言をね、一緒に学んでいきたいと思います。はい。人は皆多面的な存在であるということでね。そうですよね。人間とはね、一面しか見てもらえないからね、それでね、悩んでる人って結構多いと思いますね。そういう悩みってよく聞きませんか？ね、私のこういう部分しか見てもらえない、もしくはね、こういうイメージがあるからってね、それしか見てもらえない、ね、ここ一部分しか見てもらえないがためにね、悩んでる人多いと思いますね。でもね、実はね、すべての人はとても多面的な生き物なんですね。だから、ただの印象というのはね、周りの人に与えている印象というのは、ごくね、その人の一部分に過ぎないです。はい。イメージを大切にするあまりにね、他にもね、たくさん持ち合わせている多面性、自分の多面性、他にもいろんな、自分がいますよね。たくさんのね、自分がいます。いろんな自分がね、自分の中に、潜在的に存在します。ね、それを人々に見せる機会を失ってしまうことになってしまいますね。こういうイメージってね、そういうふうに決めつけられるとね、決めつけられれば決めつけられるほどね、他の自分を見せて、見てもらえないという、ね、苦しみが出てくるわけですね。誰だっていろんな面を持っている豊かな存在だからね、いろんな面をね、今までと違う面だって見せたい、知ってほしいと思うのはごく自然のはず。そうなんですよね。ところがね、イメージばかりで見られがち。ね、どうでもいいような常識や倫理になって縛られて生きる必要は全くない。自分の欲望を素直に解放してあげるべきだ。ね、そんなね、勝手に作られたイメージでね、の中に閉じ込められて縛られて生きるなんて、そんなね、不自由でつまらないことはないってことですね。私は常に自分の欲望に正直に生きたいってことで、ね、まあ、さすがね、杉本彩さんの考え、私もうどの文章をとってもね、もう惚れ惚れしてしまいます。まあ、若い時からね、若い時に彼女の本に出会えて本当に良かったと思います。もう本当にいい影響ばっかり受けてきたと思います。彼女の逆にね、もうね、出会えなかったらね、どんなね、なんかつまらない人生をね、歩んでたかもしれないとか思うとね、とんでもない感じがします。あと彼女の方にね、出会えたことはもうかけがえのないことだとね、この年になって思います。なるべくね、若い方にね、若いうちにね、呼んでもらって、いい影響を受けてほしいと思いますね。よかったらチャンネル登録お願いします。